茨城県筑波郡の範囲筑波郡は茨城県にあった郡、茨城県の県南地域の西部に位置する。行政区域は北部の筑波山海と平坦な筑波大地にまたがる。現在の筑波市と筑波未来市を合わせた区域にほぼ相当する。1878年に行政区画として発足した当時の郡域は下記の区域にあたる。当初は新張郡。 河内軍との境界線が作装を極めており、当軍が土浦市北部、新張軍、河内軍が筑波市の中心近くまで及んでいたが、1896年の軍政施行のための軍の再編で整理された。1889年の市町村政施行に伴い、八田部町に軍役所が置かれ、八田部は軍の行政と文化の中心地となった。 1953年から1961年にかけて推進された市町村の合併により、昭和中期から末期にかけて、八田部町、稲村、原村、豊里町、筑波町、大保町の4町に村からなった。1963年に筑波地区の土地が研究学園都市の建設地に閣議決定され、筑波町、豊里町、八田部町、大保町が、 筑波県旧学園都市の関係町村として脚光を浴びることになったが、原村と稲村は、古海川流域の水田が広がる、純労村地帯であった。1981年6月に、原村に常磐自動車道の一部が開通するようになると、稲村で宅地化が急速に進んで、首都圏のベッドタウンとしての様相を呈するようになり、軍内の人口も急速に増加していった。 さらに、1985年には、矢田部町を中心会場として、国際科学技術博覧会が開催され、筑波県究学園都市を中心に、周辺地区の道路や環境施設が一段と整備されていった。この頃から、軍域内の情勢は大きな変容を見せるようになり、それに対応するように、筑波県究学園都市関係町村の合併問題が茨城県や、 各町村で取り上げられるようになっていった。そして1987年11月、八田部町、大保町、豊里町と稲敷郡桜村の3町1村が、新設合併して、筑波市が誕生し、当初合併に反対した筑波町も2ヶ月後の1988年1月に、筑波市に編入されて軍から離脱し、稲町と柔村の1町1村となった。時代が、 平成になると、1995年に合併特例祭を中心とした財政支援措置がなされるなど、政府主導による市町村合併が強力に推進された結果、2006年3月に、残る稲町と原村が合併して、市政施行し、筑波未来市が誕生すると同時に、筑波郡は消滅した。1、山の小村に、八田部町3、小針村4、板橋村5、 福岡村6、三島村7、谷田村8、瀬村9、豊村10、東名村11、朝日村12、鹿島村13、東和村14、福岡村15、上里村16、吉沼村17、佐久岡村18、菅間村19、筑波町20、大村21、北条町22、小田村23、高道村,村郡の北部に、関東平野の中央にそびえ、 日本百名山の一つに数えられる筑波山があり、南西部の群境には、利根川水系の支流である古海川、東部に桜川が南流する。大部分は、筑波大地の平坦な地で、南は稲敷大地へと続き、牛久沼とも接する。かつては、小麦さつまいも落下生などの旗作を中心とする、順納村地帯であったが、群中心部に、 つくば研究学園都市が立地すると、研究施設のほか、周辺地域に工業団地、住宅団地、ゴルフ場が造成されていった。交通網は、つくば山独のつくば町に走っていた、つくば鉄道つくば線が1987年に廃止されたが、南部を常磐自動車道が横断し、国道354号や国道408号を軸に、軍域全体に、 学園東大通りや土浦学園線などの主要、地方道や一般県道の幹線道路が縦横に交錯する。ありがとうございます。